ペイってことで、今日は内山カップウィーク2がスタートするということで、はい、あの内山カップウィーク1にあの前回出場させていただいたんですけど、まあ、内山カップどういう大会かとまず言うとですね、まあ、国際大会になります、うん、いつも僕が出場しているのは国内大会のジョップという大会なんですけど、今回はあの錦織圭選手などが出場しているあの ATP ツアーに出場するために必要なポイントを獲得できるのがこの国際大会なんですよ、はい、だから今錦織圭選手が出場しているのが、まあ、ピラミッドで言うとこう一番上だったら、まあ、下の、まあ、下部組織レベルっていうんですかね、うんうんうん、はい、になってくる。ここでみんなプロの選手たちがこうやってもう切磋琢磨してあのファイトしてこうポイント獲得してどん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 こうグランドスラムっていうあの目標に近づいていくんですけど、はいはい、今日はこのような素晴らしい国際大会に出場させていただいているまず理由としてはですね、あの僕のスポンサーをしていただいているテニスラウンジ様がワイルドカードをあの与えてくださったということで、はい、まあ、ワイルドカードってどういうものかっていうと、まあ、推薦ですよね、うんうん、はい、大会で一つ推薦何個か推薦枠があるんですよ。で、まあ、テニスラウンジ様が今回内山カップのスポンサーをしているということで、それでワイルドカード の枠を一つ持ってて、で僕をちょっと推薦してくださったということで、テニスラウンジ様と内山カップの運営の皆さんありがとうございます。ありがとうございます、はい、で、まあ、ウィーク1この前あのアメリカ人の選手と対戦して、まあ、惜しくも4-6-7という、まあ、惜しいスコアで敗退したんですけど、やる前はさ結構さ、うわやべえプロのアメリカ人の選手かって、まあでも ATP ポイントは持ってなかったんでね、うん、世界ランカーだって ITA ポイントっていうものを持ってたのよ、はい、まだそこもちょっとややこしいポイントなんで、まあ、難しいんだけど、うん、まあ、とりあえず国際大会に出場してるアメリカ人の選手の選手と案外結構いいスコア出てきたじゃん。そうだね、そう、うん、で思ったより自分のテニス良くなってるなっていうのがあって、はい、うん、でまあウィークマン終わった後に本当は関東に戻る予定だったんですよ。であっちで練習する予定だったんですけど、まあ、ここ見たら、まあ、こう国際大会なんでもうプロの選手がめっちゃゴロゴロいるんですね、うんうん、なんでこっちでめちゃくちゃいい練習できるなと思って、でこっちに残ってこっちでもめちゃくちゃ練習したんですよ。でその結果もめちゃくちゃ仕上がって、まあ、ヒョンチョン選手と打てたりとか、まあ、いろんな本当経験ができてとりあえずすごい仕上がりました。で、まああのまあ、これから試合ということで今回の対戦相手なんですけど、あの高見沢選手、はい、高見さんはプロですね、はい、あの世界ランカーの選手で、まあ、日本ランクもすごい本当高いところまで 100% 100位以内、まあ、80以内は切っている選手で、うんうん、80以内は余裕で切ってるな、うん、余裕で切ってて、まあ、全日本選手権でももちろん出場しているし、まあ、本当もうガチモンのプロです、はいはい、であの対戦成績は0勝2敗かな、0勝1かな、とりあえず公式試合で負けました。はい、公式試合で負けて、この前毎投で負けたんだよね。ああ。毎投の300万の試合で高見沢プロに負けてるんですよ。はいはいはい、はい、その時は1-6、2-6とかで負けてるんですよ。うん、で高見沢選手の特徴としてはもうマレーみたいなプレイスタイルだね。ああ。もうディフェンスからのチャンスがあったら攻撃してくるっていう。はい。もう本当フォアもバックも穴がないんだよ。とりあえず、はい、どっちももううまくこう固くやってくるから、正直すごい苦手なタイプ。ではある。でどっちかというとバックの方がうまいから、俺の逆クロスが結構なんていうんだろうな、うまくストレートとかに流されるっていうのが多いから、結構苦手意識はあるんだけど、正直今回本当になんか自信あるんだよね。はいはいはい。なんかね、なんか俺自信あるんだよね。あのそれ理由としては俺練習で相当多分本当に仕上げてたし、めっちゃ練習してたし、走り込みもしたし、なんかやり残したことがないっていうか、うん、であとはやっぱコートがめちゃくちゃ俺と相性いい。めっちゃ跳ねる、うん、だから今日は高見沢選手の絶対にこの高いところから打たしてマジでミス誘う、はい、もうそれしか方法はないと思う、勝つ方法は、うんうんうん、で粘り強くやって攻めるとこは攻めていくっていう。ただ高見沢プロ相手に前回は攻めすぎたんだって俺、マイトの時プロで強いからって言って、うん、じゃあやんないとと思ってやった結果ミスオンパレードして何もプレッシャー与えなかったんで、うん、けど高畑陸プロが言ってたじゃん、より君粘り強くやった方が嫌ですって、うん、でこの前リク選手とさ一回セットやった時あったじゃん、あの時もすごい粘り強かったじゃん、あんな感じで俺やっていきたい、あのプレイスタイルが理想、そしたら、ね、マジチャンスあると思う、はい、で3セット目が10ポイントなんですよこれ、うん、だからこそよりチャンスがある。ディフェンシブなボールでもしっかり振り切っていきたいですよ、西脇選手の言ってた振り切って西脇プロさ上げる時にさめっちゃ弾道高いじゃんね、
弾道が高いからさ、うん、ちょっとボールの威力が落ちてもマジで跳ねるんだよね、うんうんうん、だからいいボールいくら打っても弾道が低かったら結局跳ねないから、それならちょっと軌道弾道あのボールのクオリティ落としてでもいいから弾道上げた方が絶対いい、うん、で今日練習してリターンとかも俺リターンとかも結構さわヒーっつってさ結構速い球打つじゃん、うん、あれももうね今日このリターンめっちゃ練習したから、おーマジでこれ効くと思う俺、仕上がってる、俺結構なんか自信ある俺って感じです。はい、なので、まあ、今回この国際大会ATP のグランドサーブのレベルにつながるポイントって言いましたけど、もしもですね今回世界ランクを取ることができたら、まあ、世界ランクどういう風に取るかっていうと、まあ、僕今予選なんですけど予選2回勝って本戦で1回勝てば ATP ポイント取れるんですけど、うん、ATP ポイントもし取れば1点世界ランク取ればこれ200倍なんですよ国内大会のチョップの大会、はい、あれが、うん、なので200点チョップのランキングつくことになるんでそれもかなり大きいはい、はい、なのでまあこういう大会になってるのでぜひ皆さん概要欄から国際大会内山カップぜひ注目よろしくお願いします。はい、ということでじゃあ試合に行くのでまたマジ頑張ろう。いや本当にいやマジえちょっと本当に今日はさ、うん、ガチ勝ちに行こう。挑戦者とかさ負けてもいいとかじゃなくて失うもんないじゃんぶっちゃけ、うん、けどさだからといって負けていいとかじゃないじゃん、しぶとく本当に勝とうぜ。はい、でマジで勝ちに行こうぜちょっと今日、うん、ということでじゃあ皆さん試合動画へどうぞ。
はい、ありがとうございました。結果は2626というスコアで敗退となりました。いやうまくまとめられたっていう感じ、あいつ選手に、うん、おまあすごい自信はあったんですけど、うん、まだまだ自分の実力不足だったということで、高見沢選手の方がまだまだ強かったです。まあ高見沢選手じゃあどこが自分もっともっと良くしたら次は勝てるかなって考えた時に、うん、まあ圧倒的にやっぱサブリターンっていうところがやっぱ課題になってくるのかなって思います。はい、やっぱファーストサーブの確率が自分はもう相当低いし、それで全然相手にプレッシャー与えれてないし、けどファーストサーブが入ってる時はちゃんとサービスゲームキープできてる、うんうんうん、だからやっぱりファーストサーブをどれだけ確率よく入れれるかっていうところが今後やっぱサービスキープつながると思うんで、
でもいくら自分がいいキックサーブ、まあ、キックサーブが一番自分サーブの中だったら得意なんですけど、その一番自分の、まあ、その得意なキックサーブをいくらいいキックサーブってもやっぱりもう来るって分かってたら、まあもう相手はもうやっぱもう構えてるし、バックにいくら跳ねてもやっぱ対応してくるんで、はい、やっぱそこでしっかりファーストサーブっていうそのやっぱフラットのボールを見せないとやっぱこう崩せないなっていう、だからやっぱそこのファーストサーブの確率をもっともっと上げないといけない。やっぱあとはリターン、高見沢選手がやっぱ多分得意としてるのはそのアドサイドからの T、はい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 、あれがやっぱすごい多分武器だと思ってて、やっぱ自分がブレイクポイントとか、まあ、このあと1点取ったらブレイクっていうところでやっぱそれ見せてくるから、うん、でまあそこ構えてたら結構いいキック来たりとかして、自分が振り遅れたりとかして、まあ、ブレーキポイントなかなか取ることができなかった。じゃあストローク戦を次振り返った時に、じゃあもうめちゃくちゃストローク戦でやられたかって言われると、自分の中ではそこまでその自分もやれてたなっていう手応えはあるんですけど、うん、はい、やっぱりこのテニスっていうのはサーブとリターンから始まるスポーツだから、まあ、そこが本当に高見沢選手の方が何倍もやっぱ優れてたんで、うん、アドサイドからのさ、フォアのさ、デュースサイドからのさ、スライスで逃がして俺にフォア打たしてオープンコート作ってバンっていうさ、パターンがもううまいじゃん、めちゃくちゃ。いやー上手だったね、あのパターンがうまいよね、はい、そのショットのこれがここがっていううまいっていうのも、このゲームのさまとめる能力っていうのがすごい高いっていうか、はいはいはい、3セットと試合の組み立てがすごい上手いっていうか、うんうんうん、実際にやっぱ高見沢プロはやっぱすごい大きな大会とかで優勝してるような選手だからさ、けど自分はそのすごい手強い相手に、強い相手に、まあ、ストロークは結構本当自分昔はバックハンドラリーとかできなかったし、高見沢プロと、あ、結構フラットとかで食い込まれてすぐスライスで逃げてたから、うん、けど俺結構今日バックハンドのラリーとかできてるし、バックがすごい本当に上手くなってるから、うん、バックもなんか勝ち込んでたね何回か、うん、だとクロスのラリーとかも何個もこうやって続いてたし、スライスで逃げなかったし、はい、だからスコアはやっぱ2-6-2-6で、すごい大差で負けてしまったんですけど、まあ、ストロークの内容的にはすごい自分の中で良くなってきてるなっていう、まずはやっぱこういう経験っていうのは普通できないから、国際大会っていうのはまずこういう経験ができたことにすごい本当に感謝だし、うん、そこはすごいネガティブな負けではないのかなっていう、この経験をやっぱどれだけこう自分にプラスに生かすかっていうのは今後の自分次第だと思ってるんで、まあでもこの2週間ウチャムカップを終えてすごい本当自信がつきました。結構できるな、結構ストロークいけるなって思いました。あともっともっと自分のテニスの可能性も見えたし、もっともっと自分が伸ばさないといけないところっていうのを細かく分かってきたから、実際ジョップに行ったらちょっと変わりそうですか、景色が。そう、もうちょっと景色が変わると思う。なんか名前負けとかあんまりしなくなりそう。あ、やっぱりここのレベルだったらさ、もう予選1回戦でさ、もうジョップの大会とかで優勝するような選手と1回戦で当たるっていうのはもう当たり前だからさ、はい、なんて言うんだろう、もうこのレベルが当たり前になっちゃえば、ジョップの大会でさ行った時にさ、自分がそのすごい100万とかで優勝するような選手と当たったとしても、ああこの前国際大会でやった人と同じだとかさ、うん、そういうメンタリティーになることで全然やっぱ心構えも違うし、確かにやっぱそういう経験をさせてくださった本当テニスワン様とウチャマカップの運営の皆さん、はい、本当にすごい感謝です。はい、はい、ありがとうございます。ございます、はい、概要欄にぜひテニスワン様とウチャマカップ様の詳細載せてあるので、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。はい、でまあ、最後に本日も僕ちょっと使用してたんですけど、簡単にちょっと宣伝したいと思うんですけど、これショークレス様、すごい汗かきの僕なんですけど、うん、よく汗かいて手にグリップテープ何回も巻き直さないといけなくて、すごい困ってるんですけど、これをすごいつけることによって、すごい滑り止め、グリップ滑らずに
プレーすることができるから長時間すごい。これ本当に常に僕はテニス練習中から愛用してるんで、まあぜひ汗っかきな人はこれ使ってみてください。はい、はい、まあ今はちょっと悔しいと思いますけど、なんか悔しいな、結構自分試合前とかはもっともっといけると思ってたから、なんかまあ歯が立たなくて正直完敗だったし、うん、まだまだやっぱ力の差があるなと思ったから、はい、まあ、そこはでもなんていうんだろう、落ち込んでてもさ力の差を埋めることっていうのはできないから、うん、まあもうポジティブやるだけやる、うん、やることだけやってもうやるだけでしょ、うん、また帰ったらたくさん練習して、はい、また挑戦して、まあできるまでやり続けるっていうことですね、うん、はい、次の大会はあの石井コーチのアカデミーで行われる賞金総額50万円の大会、まあ、その大会オムニコートだから全くこのサーフェスとはまた別なんだけど、また石井コーチとハードワークしてそのジョップの大会でしっかり、まあメインはジョップの大会だからさ、ジョップの大会で勝つためにこういう国際大会を経験させてもらってるわけだから、うん、そこの国あのこの経験を生かしてジョップで絶対勝てるように頑張っていくんで、よし、じゃあこの辺で、はい、はい、ということで僕のスポンサー様、テニサン様、ビッタメン様、バイス様、株式会社スタッティングアイコンボイス様、そしてアンバイス様、トヨ様、いつもサポート本当にありがとうございます。ありがとうございます。で僕のこの T シャツも応援グッズとして概要欄から販売してるので、ぜひ応援していただける方はこちらの T シャツチェックよろしくお願いします。はい、ではまた皆さんど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 ん動画更新していくので、またこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。